誰かが見ているは Amazon プライムビデオにて2020年9月18日から配信されている三谷幸喜脚本演出による配信ドラマ主演はカトリシンゴン失敗ばかりだがなぜだか憎めない主人公とその隣人をはじめとした個性豊かな登場人物たちによって巻き起こされる騒動を描いたシチュエーションコメディ アマゾンプライムビデオのプライム会員向けサービスが日本で始まって5周年を迎えることを記念し、三谷幸喜とカトリ慎吾とのプロジェクトにアマゾンが企画から参加し制作する日本オリジナルドラマシリーズの第一弾として世界240以上の国、地域に配信されている。収録はセットの目前に客席を設けて観客を前に演者が演技をする形式で三谷の 何があっても撮影を止めないとの強いこだわりからほぼノーカットの一発撮りによって撮影が行われた。撮影前には三谷自身が観客の前に立って前説を行い、劇とも音楽は生バンドを入れて演奏させるなど、旧来の撮影方法の枠に留まらない三谷独自の撮影手法によって演者の熱量に観客の生の笑いを融合させたライブ感あふれる映像が作り出されている。 埼玉県和光市のとあるマンションに住むカスや二郎の密かな楽しみは、隣室に暮らす青年、トネリ・シ一の日常を偶然見つけた壁の穴から覗き見することであった。何をやっても失敗ばかりで、いつも新しい仕事を見つけてはすぐにクビになってしまう。真一の様子を二郎は気になって仕方がない。そんなある日、二郎の娘、赤根が、 カレンダーで隠していた壁の穴の存在に気づいてしまったことで事態は急転を告げる。二郎と同じく覗き見た新一の日常の様子にはまった赤根の思いつきによって壁の穴に仕掛けたウェブカメラで新一の日常が動画配信され世界中の人々を巻き込んだ大騒動へと発展していく。アマゾンプライムビデオで プライム会員向けに全世界240カ国以上に独占配信された。ありがとうございます。